いやー何かスポーティーなアイテムが欲しいな確かに大山さんが言うように大人の男性にはちょっと綺麗めなアイテムの方が似合いやすいのは理解できるんだけども休みの日ぐらいはリラックス感のあるような着やすい服だとか動きやすい快適な服を着たいんだよな綺麗めなアイテムだけじゃなくてちょっとスポーツミックスみたいな着こなしもしたいから何かそういったアイテム揃えたいんだけども何を買っていいかがわかんないんだよな大人っぽく見える綺麗めのスポーツミックスアイテム誰か教えてくれないかなと思って 皆さんこんこにちはススタイリストの大山俊です今回の動画なんですが、お隣に似合ううススポーーツミックスアイテテム5000とといいいマでお届けをしたいなと思っています、まあ、冒頭にもお伝えした通りですね、僕はですね、ちょっと綺麗めなアイテムを皆さんにお伝えすることが多いんですね。まあ、例えばですね、僕自身も今、シャツアイターみたいなものを着ていますが、こういったものだとか、シャツだとか、ニットだとか、スラックスだとか、こういった綺麗めなアイテムというのは、大人の男性にも似合いやすいんですが、そういったものだけだと、どうしてもですね、リラックス感みたいな ととととところがががが漂わななかかっっったりだとか休日ににサクッと着るるるはちょっと気が重いいいう方がいらっしゃるのも僕も僕理解でできるんですねそういう僕自身もですね、休日の着こなしとしては、綺麗めな感じですね、シャツを着たようなスタイルもやるんですが、子供もいますし、アクティブに遊び回ることもあるので、そうなるとですね、スポーティーなアイテムをうまく使いながら着こなしを楽しんでるんですね。ですので、僕のチャンネルを見ていただいている皆さんにもですね、今回はちょっとスポーティーなアイテムで、なおかつ大人世代が着て似合うようなものをですね、 厳選して今回は5点ご紹介してみたいなと思っています。今時期に着れるような軽快なですね、半袖系のトップスもお伝えをしますし、あとはこれから先ですね、梅雨を迎える時にちょっとした羽織り物があったりすると便利なので、そういったジャンルもお伝えします。また、それだけではなくて、小物ですね、バッグだとか靴だとか、このあたりでもスポーティな様子を漂わせることはできるかなと思うので、このあたりまでしっかりめに皆さんにですね、解説をしていきたいなと思っていますので、よかったら最後までお付き合いいただければなと思っています。こちらのチャンネル それでは大人男性に向けてメンズファッションの基本ですねなるべくわかりやすく解説をしていますのでよかったらチャンネル登録やグッドボタンの方もよろしくお願いしますそれでは早速いってみましょう はい、ということで、ここからですね、具体的に大人の男性に合うスポーツミックスアイテムをですね、皆さんに5点ご紹介していきたいなと思ってるんですが、まずはですね、初夏ですとか夏に大活躍する T シャツから皆さんにご紹介したいなと思います。今回ピックアップしたいのが、4ブ7エディピスのパーフェクテック T シャツですね、こちらがなかなかいいんじゃないのかなと思いました。まあ、そもそもですね、T シャツというアイテム自体がスポーティーなアイテムなんですね。スポーツをする際によく着ますし、こういったものを着るだけで スポーツミックスは完成するんですがただスポーツでよく使われる T シャツって色が派手だったりだとかあとはスポーツブランドのロゴですねこれが全面に出てるものも少なくないかなと思うんですね例えばナイキとかノースフェイスとかロゴがドンと乗ってるような T シャツもこれはこれでかっこいいかなと思うんですが個人的には大人の男性に似合うですね T シャツとしてはこのような無地のものが使い勝手がいいんじゃないのかなと思っていますでこの T シャツなんですが無地なので結構シンプルに見えますが実はですね 通常の T シャツとはちょっと違うアプローチになってるんですね最近はちょっと増えてるんですがまず素材なんですけども機能的なものになっていまして UV カット機能だとか吸水速乾機能あとはシワになりづらいようなそんな素材になっていまして使われている素材自体もポリエステルなんですね、まあ、このような最近はコットンの T シャツじゃなくてポリエステル100%のちょっとテック感の溢れるような T シャツみたいなものがちょこちょこと増えてるんですねで素材使いも特徴的なんですがそうですねここに ですね、コードがいいいていててて絞れるるようにななっっんでですすねなのでシルエットををを少し丸みを持たせて今っぽい雰囲気を出すことができるのでこの辺りの T シャツなんかは大人のスポーツミックススタイルには非常にハマりがいいかなと思うんですね、まあ、これ単体で着るというよりは下にですね白 T を着てちょっと覗かせながら重ね着をしたりだとか、まあ、そういった着こなしにより似合いやすいようなアイテムになっていましてまさに今着るのならこういったものをうまく取り入れてあげるとブランドロゴが大きく出てないので大人の男性にも似合いやすいかなとす 思うのでこれは最適だななと思いいまししたたカラー展開も豊富なんですが個人的にお勧めしたいのはブラックだとかグレーーののようななシャープな色ですねこの辺りはもう本当にですね、ベーシックで使いやすいので、おすすめしやすいかなと思います。あとは結構ブルー A ですね、この辺りも差し色としては使いやすいかなと思うので、ブラック系のパンツで合わせてもらうのもいいんじゃないのかなと思います。で、着こなしなんですが、例えばこちらのように白 T を着て、その上にですね、こちらの T シャツを重ねると。で、ボトムスに関しては短パンなんかで、 ですね軽快に合わせてもらっても結構色自体がモノトーンで収まることでそこまでですね子供っぽく見えないんですねなのでブランドのロゴが入っているものよりははるかに使い勝手がいいかなと思うので1枚あるとすごく便利なアイテムなのかなと思っていますまあ最近ではこのような機能的な T シャツがちょこちょこと増えてるんですがまだ持ってない方も多いかなと思うのでぜひ大人のスポーツミックスの1枚として皆さんも足してみていただければなと思っています はい、続いて2点目のアイテムなんですが、やはりスポーツミックスといったら、これは欠かせないアイテムなのかなと思います。僕が今持ってるようなナイロン系のジャケットですね。こちらはノースフェイスのコンパクトジャケットというもので、僕の動画の中では割と馴染みのあるアイテムかなと思います。まあ、これから梅雨を迎える時にはですね、こういった羽織り物が1枚あると、体温調整もしやすいですし、急な雨にも対応できるかなと思うので、非常に便利なアイテムかなと思います。ももも使使使えええててて春秋ちょっと真冬には 寒いかなと思うんですが割と使える季節が長いアイテムなので一着持っておくと便利なのかなと思っています、まあ、コンパクトジャケットはこのナイロン系ジャケットの中ではかなりバランスのいい一着なんですね僕も本当にいろんなブランドのものを着ましたアークテリクス着たいだとかパタゴニアを着たいだとかあとはですねセレクトショップのオリジナルであまりこうロゴが付いてないものなんかも着ましたその中でもバランスが取れてるというところで言うとコンパクトジャケットはなかなか超えるものは出てこないんじゃないのかなというぐらいの名作 だなと思っています素材はナイロンなんですがちょっとコットンライクなんですよねそんなに厚くはないので様々な季節にも対応がしやすいし独特の光沢感みたいなところがあえてないのでこのあたりはスポーティーになりすぎないのですごくバランスがいいかなと思いますサイズ感にもほんのりゆとりがあって通常のノースフェイスのアイテムよりはスポーティーに振りすぎずに待ち切りも溶け込みやすいんですね、まあ、デザインはミニマルなんですがノースフェイスのロゴが控えめについていましてこれもデザインのアクセントになっていてなかなかバランスがいい かなと思いますちなみにですね、ブランドロゴというのは、スポーティーに見せるには最適なんですが、結構ですね、注意が必要な部分かなと思っていまして、着こなし全体にですね、ブランドのロゴが何個も入ってると、ちょっとカジュアルすぎたりだとか、うるさい印象になってしまうんですね。例えば、アウターでノースフェイスのコンパクトジャケットを着て、ボトムスもノースフェイスのロゴが入ったものを着てしまうと、ちょっとこう、スポーティーに寄りすぎてしまうんですね。なので、全身の中でこのようなスポーツブランドのロゴ はは個に押さえてておくののが僕いいいいんじゃないのかなかと思っています、まあ、さらにもう一つ注意しておきたいのが、ブランドロゴの喧嘩ですね。アウターはノースフェイスを着て、ボトムサパタゴニア。こういったですね、同じジャンルの中で競合しているようなブランドロゴが2つ入ってくるのも、ちょっとごちゃごちゃした印象になるので、まあ、なるべく避けた方がいいかなと思います。そして、スポーツミックスの中ですごく重要なのが、全身をスポーツミックスにしないってことなんですね。例えば、キャップをかぶって、T シャツはノースフェイス着て、 で、このようなコンパクトジャケット着て、ボトムスもスポーティーなノースペースを履いて、靴は苗木のごっつりとしたスニーカーを履いて、バックパックをしようみたいな感じで、全身スポーティーになってしまうと、ちょっと大人の男性には、スポーツするような雰囲気が強すぎてしまうので、うまく綺麗めなアイテムも少しでいいのでミックスしてあげるといいかなと思います。まあ、例えばこちらの写真を見ていただきたいんですが、コンパクトジャケット、これはオリーブを着ていますが、T シャツは白の無地ですね。T シャツというジャンルの中では、なるべく綺麗めな要素で作っていますし、ボトム スポースはブラックでなるべくシンプルにシャープにしてますね。で、ブランドロゴも入っていないので、これだったらスポーツミックスとしてはすごくバランスがいいかなと思うんですね。で、足元はニューバランスを合わせていますが、まあ、ノースフェイスとニューバランスというところで、同じスポーティーなジャンルではあるんですけども、アウトドアベースのノースフェイスとスポーティーでランニングシューズだとか、その辺りのシューズ系が強い。ニューバランスではまあ、喧嘩はしないので、このようなスタイルというのはすごく相性がいいかなと思います。ちょっと話は脱線しましたが、このようなコンパクトジャケットのような。 アイロン系のアウターというのは大人のスポーツミックスには欠かせないアイテムだと思いますし、ほんのりおしゃれ感というところも漂わせることができるので、ぜひ皆さんもチェックしていただければなと思っています。 はい、続いて3点目はボトムス。行ってみたいなと思います。スポーティなボトムスといえば、やっぱりスウェットだとかジョガーパンツ、このあたりを想像する方が多いかなと思うんですが、個人的にはちょっとカジュアルすぎるかなという印象があるんですね。失敗するとちょっと部屋着っぽく見えたりだとか、だらしなく見える可能性があるので、個人的にはちょっと綺麗な見え方なんだけども、履き心地的にはスポーティというものが使いやすいかなと思ってまして、このジャンルのトップに君臨するのはまさにこれかなと思っています。今回ご紹介したいのは ですねグラミチサニーレーベルイージーケアパンツですね。これがすごく使いやすいんじゃないのかなと思います。まあグラミチといったらクライミングパンツというところで非常にですね、有名なブランドなんですね。やっぱりこう、スポーティーで着心地に特化した部分もある一方で、最近はグラミチはですね、いろんなセレクトショップとコラボレーションしていまして、普段着として使えるような綺麗さをちゃんと担保したアイテムが多いので、まさにこのボトムスもですね、グラミチらしいですね、履き心地と綺麗めな雰囲気をうまくミックスしてある ので、使いいいいい勝手がいいんじゃななのかなと思いますでシルエットに関しましては、太すぎず細すぎずというところで、これまたバランスがいいんですね。もも周りには適度にゆとりがあるんですが、膝から下ですね、ここにかけて徐々に細くなっていくような、いわゆるテーパード型のボトムスになっていまして、大人のスタイルをよく見せてくれるので、この辺りもありがたいポイントかなと思います。スポーティな要素としては、素材使いですね。ストレッチが効いてたりだとか、イージーケア素材を使っているので、その辺りのケアもしやすいのですごく使い勝手がいいかなと思います。 カラー展開はですね、3色なんですが、まあ、ブラックは鉄板で使いやすいです。モノトーンでスポーツミックスを作るというのもう、結構これまたかっこいいんですね。素材感とかアイテムの特徴がカジュアルだからこそ、あえて色数は減らしてモノトーンで着こなしてもらっても、重たくなりすぎないので、僕はですね、ブラックのパンツもいいかなと思います。一方で、チャコールですね。このあたりは、ブラックのコンパクトジャケットにも合いますし、ブラックの先ほどご紹介した、下線の T シャツにも相性が良かったですので、まあ、このあたりもいいんじゃないのかなと思います。 またお好みで選んでいただくといいかなと思うんですねスポーティーな上半身のアイテムに対してグラミチを当ててもですねスポーティーになりすぎないというところもいいと思いますしあとはですねこのようなボトムスはちょっとグラミチでややスポーティーな様子を取り入れながらも上半身は例えばこのようなオープンカラーシャツですね襟付きのシャツを着ることで適度に小綺麗さを作ってあげるのもなかなかバランスがいいかなと思います個人的にはボトムスだけちょっとグラミチにしてその他のアイテムをいつもご紹介しているような ニット使ったりだとか、シャツ使ったりだとか、ちょっと綺麗めなコートを使ったりだとかっていうような、そのような形で使っていただくと、グラミチはめちゃくちゃ使いやすいかなと思うので、まだ持ってない方はですね、ぜひチェックしていただければなと思っています。 はい、続いて4手目はですね、バッグに行きたいなと思います。スポーツミックスを作るときにですね、やっぱりレザート,ートートバッグだとか、ちょっと綺麗めな雰囲気のバッグを持つよりは、両手が開くようなショルダー系のバッグだとか、バックパックですね。このあたりを持った方が雰囲気は出しやすいかなと思います。ただ、ここでちょっと注意が必要なのが、ブランドロゴをですね、どれぐらい出すか問題なんですね。まあ、先ほどですね、ノースペースのコンパクトジャケットをお伝えしましたけども、あれはですね、アウターにノースペースのロゴを が小さくく控えめにについていいいいててままししたよねねね、まああれれをです、ね、うまく使うのでですすううう使のばバッグはそんんなななブランドロゴがが主張してない方がいいかなと思うんです、ね、結構、ノースフェイスのショルダーバッグだとかバックパックも優秀で素敵なものはたくさんあるんですが、二つを合わせてしまうとちょっとうるさいかなと思うので、個人的にはですね、ブランドロゴがそんなに強くないですね。こちらのスタンダードサプライのですね、バッグがすごく使いやすいかなと思うんですね。まあ、先日も動画の中でご紹介しましたが、 こちらのですね、シンプルシティファニーパックというですね、ショルダーバッグ。これがまずめちゃくちゃ使いやすいんですね。サイズ感もすごくコンパクトで使いやすいですし、一切の無駄のないデザインなんですが、素材の質感もすごくいいんですね。コットンとナイロンがブレンドされていまして、適度な光沢感も楽しめますし、ジップ自体のですね、輝きだとか、このあたりも上品なので、程よいアクセントになってくれるんですね。で、スタンダードサプライのブランドロゴというのは、一応入っているんですが、すごく控えめなんですね。あまりどこのブランドを使って っていうのかわからないようなシンプルさがあるのでこのあたりはすごくですねスポーツミックスのスタイルには使いやすいかなと思います、まあ、ショルダー系のバッグってこう背中側に背負う方も多かったりするんですがこのバッグであればあえて前にする形で着こなしの一つのアクセントにしてあげるのもすごくバランスがいいかなと思いますまあ、色を選ぶのであれば定番のブラックかもしくはチャコールグレーですねどちらもいい色なんですねアウターがブラックであればチャコールグレーで少し色変えてあげるのもいいかなと思うんですねこれが1 1 0 0 年ででえるとといいいううののははかかななりコストボーマンスパーもいいかなと思うので個人的には一押し,したいいですすねスポーティなななバッグになってくるかなと思いますただ一つだけ問題あって、在庫があんまりないんですね。僕も思いっきり押していきたいところなんですが、最近ちょっと在庫がですね、少なめなので、まあ、そこだけですね、ネックではあるんですが、まぁぜひ皆さん、再入荷の可能性もあるので、まあ、チェックしていただきたいなと思います。合わせてバックパックに関しても、スタンダードサプライがものすごくシンプルで、面白みがないっちゃないんですけど、だからこそ使い勝手がいいんですね。 まあ、様々なセレクトショップでも展開がありますし、あとは別注版なんかも出てるので、それぐらいですね、ファッション業界の中でも一定の人気があって、信頼感の高いブランドなので、この辺りを持っていただくのも、ブランドのロゴ同士の喧嘩もないですし、スポーツミックスには使いやすいかなと思うんですね。例えば、綺麗めのコートとか、ジャケットセットアップですね、こういったものにバックパックを合わせるときにですね、ノースフェイスのロゴとかがドーンと乗ってしまうと、ちょっとスポーティーすぎて、馴染まないんです。 ですね一方で、スタンダードサプライのバックパックとかを持っていただければ、ブランドロゴの主張が強くないので、割とですね、綺麗めなスタイルにも馴染みやすいんですね。そういった意味では、大人世代には、このブランドはすごくですね、使い勝手がいいかなと思うので、ぜ、ま、ひ、あ、皆さんチェックしていただくといいかなと思います。ちなみに、スタンダードサプライめちゃ押してますけども、僕はブランドさんとのつながり何もありませんし、PR とかでは一切ないので、そのあたりをご安心いただければなと思います。大切なのは、ブランドロゴ同士の喧嘩ですね。これはスポーツミックスの スタイルを作る上ですごく重要な項目なのでまぜ、あ、ひですねこのようなブランドロゴの主張してないようなものでですねバッグを揃えていただければなと思っています はい、続いてラスト5点目はですね、足元に行きたいなと思います。スポーツミックスといったら、やっぱりですね、スニーカーが欠かせないアイテムになってくるかなと思います。僕の動画の中でよく出てくるですね、スニーカーといったら、やっぱりですね、レザー系のスニーカー、このあたりが圧倒的に多くなってくるかなと思います。まあ、スニーカーというジャンルの中でも、実はですね、綺麗めとカジュアルというものがありまして、レザースニーカーに関しては、結構革靴に近いような、綺麗めの雰囲気を持ったものなんですね。なので、スポーツミックスに においいてももこううったレザーーースニーカー合,うちゃ合うんですけども個人的にはもうちょっとスポーティーさを際立たせたようなスニーカーの方がより相性がいいのかなと思っています。そこで今回ですね、手持ちのものでご用意したのは、例えばニューバランス系のスニーカーですね。このあたりはもう鉄板で相性がいいかなと思います。先ほどですね、ノースペースのコンパクトジャケットの時にですね、コーディネート事例として出した写真にもですね、ニューバランススニーカーを履いていらっしゃる方がいましたが、やっぱり相性がすごくいいのがニューバランスかなと思います。 まあ、ブラック系のパンツだとか、グレー系のパンツに対して、このようなニューバランスですね。僕は定番的なグレーが、やっぱり使いやすいかなと思っていますので、このあたりを合わせていただくといいかなと思います。まあ、モデルで言うと、2002だとか、1906だとか、まあ、このあたりが高すぎずに使いやすいかなと思うので、まあ、ぜひチェックしていただきたいなと思います。または、ちょっとテック感のあふれる着こなしですね。一番最初にご紹介した、下線のですね、T シャツ。あのあたりは、どちらかというと、スポーティーなんだけども、テック感といって、 いわゆるですね、機能性の素材使いで、色使いとしてはちょっとモノトーンでシャープな雰囲気ですね。このあたりが漂う着こなしが、ちょっとテック感のある着こなしと僕は呼んでいるんですけども、そのあたりと相性がいいのが、結構ニューバランスもいいんだけど、サロモンなんですね。僕のサロモンはもうめちゃくちゃ汚れています。もう3年ぐらい履いてですね、すごく活用してるのが XT6 というモデルなんですが、これは非常に使いやすいです。なので、こういったものを使ってもらうのもいいと思います。あとは、他オネオネとかもですね、結構スポーティな着こなし、 なんかかにも相性が良かったですのでこのような形でスポーティーな着こなしの時には足元ですね、スニーカーちょっとこうぽってりとしたボリューム感のあるもので揃えていただくとすごくバランスがいいんじゃないのかなと思います先ほどグラミチのボトムスをご紹介しましたが、まあ、テーパードが効いている場合はあまりクッション強く出さずにノークッションぐらいでこの辺りの靴と合わせていただくのはいいかなと思うので、まあ、そんな形でですねスニーカーをうまく使いながらテック感のある着こなしですね楽しんでいただければなと思います特に初夏からな 夏にかけて短パンとかを履くこともあると思うんですね僕も大人の男性に短パンはちょっと似合いづらいというのはわかるんですが夏になったら暑いし外遊びもするので未だに短パンガンガンに履くんですねそんな時には結構足元のスニーカーって重要なんですね肌見える分量も多いし着てる服自体の数が少ないのでスニーカーのインパクトって大事だったりするのでまあそんな時にこういったポッテリ系のスニーカーっていうのは結構ですね使い勝手がいいかなと思うのでぜひ皆さんもチェックしていただければなと思っています はい、ということでいかがでしたでしょうか今回の動画ではお隣に合うスポーツミックスアイテム5000というテーマでお届けをさせていただきました。まあ、このあたりのアイテムがあれば、まあ、全身をこれらで合わせても結構バランスが取れるように大人感のあるものですね。皆さんに今回ご紹介させていただいたんですね。でも理想を言えば全身スポーティーにするよりは、ま、適度に綺麗めなアイテムとミックスしてあげるとバランスがいいんじゃないのかなと思います。例えばシャツをうまく使ってあげるだとか、あとはちょっと全身がスポーティーすぎる場合 はあえてて足元はレザーーースニーカーにしてみるだとかここのようなななな形でででで少ししもすすすすねねめな要素を混ぜてああげるるととスポーティすぎない着こなしが完成するんです、ね、あとは、ロゴですね。これ何度もお伝えしていますが、ロゴの数が多くなればなるほど、スポーティーに寄りすぎてしまうので、まあ、あえてですね、ブランドロゴは一つぐらいに押さえてあげれば、そこまでですね、喧嘩しないし、スポーティになりすぎないんですね。まあ、その点を押さえていただければ、リラックス感のある着こなしでも、大人世代、めちゃくちゃ似合うかなと思うので、よかったら参考にしていただければなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは、 大人男性に向けてメンンズファッションの今日なるべく分かりやすく解説をしていいきたいなと思ってるんですが、まあ、なかなか普段の動画ではお伝えできないようなセレクトショップのオリジナルからドメスティックブランドまたはちょっと通向けの専門ブランドに関しましては僕がもう一つ運営し,してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています週に2本のオリジナルの動画とそれに加えて週に1本ですね週末にライブ配信を行っています皆さんから頂い,いたご質問にお答えしながらワイワイ楽しくやっていますので気になる方は動画の下の概要欄の方からチェックしていただきたいなと思っていますまた普段 なかなかですね、ゆっくりと動画を見る時間がない方のために、オンラインサロンというものもやっています。こちらの方では、動画ではなくて、写真と文章ベースでおすすめのアイテムですとか、僕自身が実際に買ったものを、毎日皆さんにですね、配信をしています。僕も記事を書いていますし、僕以外のスタイリストや専門家も記事を書いてくれています。また、参加者の皆さんも記事を書くことができるので、おしゃれが好きな男性が集まって、ワイワイ楽しめるようなコミュニティになっていますので、気になる方はこちらも概要欄の方からチェックしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山春でした。また次回の動画もお楽しみに。